今回は北陸鉄印の旅として、まず越後ときめき鉄道をお送りします。旅行といえばハプニングがつきものですけれども、今回の旅行にもハプニングがありました。これは糸魚川の始発の列車の様子です。このように列車が入線していると、これが自分たちが乗るべき列車だと思い、この列車に乗ってしまいました。気づいたから良かったようなものの、もしこの列車に乗ったままだと全く違うところに行ってしまったことになります。気を取り直してホームの様子を見てみると、早い時間なのにもう電車を待ってる人がいます。そして電車が入ってきます。これは電車じゃないっていう人がいるかもしれませんね。まあ確かに電車ではなくて、正確には列車、汽車と言うべきかもしれません。我々の列車は市振の駅に到着します。最長の列車の編成は分かりませんが、我々が乗った列車は確か1両だったと思います。それでも駅に着くと、そのホームが異様に長いことが分かります。これは北陸新幹線ができる前、この線路が主要な幹線であったことが分かります。あの車両だと。これから増えていく。第三セクターの会社が生まれた経緯にはいろいろあるかと思いますが、一つだけ明らかなことがあります。それは利用者が第三セクターの列車に乗らなくなれば、第三セクターが廃止される可能性があるということです。私のように観光で列車に乗る人間にとっては、そこはあまり重要ではないことかもしれませんが、この列車の旅でも多くの高校生が通学に使っているシーンを見ることができました。これは当然第三セクターの会社がなくなってしまうと、彼ら学校に通う人々、仕事場に通う人々が非常に困るということになります。そこから導き出される答えは簡単で、我々がもっと第三セクターの会社を盛り上げていくような運動につなげる必要があります。